円光橋町停留場は、広島市南区円光橋町にある、広島電鉄本線の路面電車停留場。駅番号は、M2。円光橋町停留場が開業したのは1912年11月のことで、本線が、広島駅前から神谷町までの区間で開業した日と、同日のことである。太平洋戦争下の1942年に、停留場は一度廃止されたが、 地域住民の陳情により戦後の1949年に再度開業している。開業時の停留場名を円光橋市1960年3月30日に円光橋町に解消されたとする資料も存在するが、それ以前に停留場名を円光橋町としている資料もあり、表記には揺れが見られる。広島市は2014年9月2日、広島駅、 南口広場の再整備等に係る基本方針を策定し公表した。本線は駅前大橋経由にルートが変更される予定で、遠行橋町電停を含む広島駅、的場長官の現行ルートが廃止になる見込みである。道路上にホームが置かれている。ホームは低床式で2名があり、2本の線路を挟み込むように配置されているが、 互いのホームは円光橋町4番交差点を挟んで、千鳥式に配置されている。路線の起点から見て、交差点の手前に、広電西広島駅方面の下りホーム、奥に広島駅方面の上りホームがある。ホーム幅は狭く、自駅案内とともに下車時の注意放送もされる。かつては道路と同一平面に安全地帯が設けられているのみであったが、 1974年より、ホームが備え付けられ、島状となった。またこの頃は、車両の大型化も進んだため、安全地帯の延長工事が実施されている。それでも3両、または5両の連接車の場合は下車の際、運転席隣の扉しか開かないことがある。屋根はなく接近表示器もないが、放送案内設備は完備している。上には1号線、2号線、 5号線、6号線、それに0号線が乗り入れる。隣の広島駅停留場とは至近距離に位置する。停留場名の由来ともなった円光橋は円光側に架か,かる橋で、停留場の西側とほ3分の距離にある。ありがとうございます。